こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、地味に見えがちな冬コーデをおしゃれに見せる方法参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冬服というのは春夏に比べるとお洋服自体のですね、バリエーションも豊富ですし、重ね着ができるので、まあ、おしゃれに見せやすいというですね、特徴があるんですが、ただですね、春夏のちょっと華やかで綺麗な色合いに比べると、秋冬ってどうしてもですね、重たい色味の服が多かったりするので、ちょっとこう地味に見えがちだというところも確かなんですよね。ですので皆さんも身に覚えがあるかなと思うんですが、全身ブラックとかで重たい色味になってしまったりだとか、いつも同じようなダウンのコーディネートになってしまったりだとか、なんかこうマンネリを感じてしまうことも少なくないかなと思うんですね。まあそんな時に今回ご紹介する3つのですね、ポイント押さえておくだけでだいぶ冬コーデがおしゃれに見えるようになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら冬のコーディネートにアクセントを添えていただきたいなと思っています。まあ、3つの項目ありますが、全部を入れ込む必要はないんですね。これなぜかというと、1つのコーディネートに対して僕アクセント要素は1個か2個あれば十分だと思ってるんですね。このアクセント要素が多すぎても派手になりすぎてしまいますし、1個もないとそれはそれで地味になってしまうので、まあちょうどいいバランスというのが 1、2個かなと思います。ですので今回ご紹介する3つのアクセント項目の中で気に入ったものを 1、2点取り入れてみるとですね、だいぶ華やかな着こなしが楽しめるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に冬のコーディネートをおしゃれに見せるための方法をですね、皆さんに具体的にお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目の項目なんですが、冬の主役となるアウターを思い切って変えてみるというものなんですね。これどういうことかというと、僕のこれまでの動画の中にも何度もですね、アウターについてお伝えしてきたかなと思うんですが、冬のアウターというのはそんなにこう無限にあるわけではなくて、大きく分けるとロング丈のコートだとか、あとはですね、ダウンというところで2つの種類に分けられるかなと思います。まあ、この中でですね、結構コートもダウンもブラックを選んでしまう方多いかなと思うんですが、そうなると着こなしが結構単調になってしまうんですね。ですのでアウターの色味を変えてあげたいだとか、アウターの選択肢をそもそも変えることで全体の見え方を変えるというのが一番の近道かなと思います。まあ、人の印象ってやっぱりですね、目立つアイテムによって大きく変わるんですね。まあ、今の僕であればやはりですね、どんな T シャツを着てるのかよりもですね、上半身のこちらのですね、アウター、これがやっぱり主役になりますし、こちらに印象って引っ張られると思うんですね。ですので、冬の着こなしの印象を変えるためには、アウターを変えるというのはすごく重要だなと思っています。で、アウターはですね、コート系とダウン系と2つあるかなと思うんですが、まあ、ダウンというのは結構ですね、一度買ったら長く使うものですし、あとは単価が安くないんですね。ですので、ダウンの色で僕は冒険をするのは、なかなかハードルが高いかなと思うんですね。ですので、ダウンに関してはブラックですとかネイビーですとか、このあたりのベーシックカラーを選ぶことを僕はお勧めしたいと思います。ここではあまり遊びを作らなくていいなと思っていて、じゃあどこで大きな違いを出していくのかというと、コートだとか、ちょっと綺麗めなアウターですね。このあたりを変えていくといいと思ってまして、まあ一般的にはやっぱりコートもですね、ブラックだとか、ネイビーだとか、ダークグレーのような、割とベーシックカラーを選ぶ方が多いかなと思うんですが、丈の長いコートでこのようなベーシックカラーを持ってくると、結構地味に見えてしまうんですね。しかも、ちょっとこうお仕事感のあるようなコートでもあるので、ちょっとこうオフに使うには、ややおしゃれ感が出づらかったりするので、アウターの色味を変えてみるというのが一番いいかなと思ってまして、ここを例えばベージュ系にしてみるだとか、あとはブラウン系にしてみるだとか、これだけでもだいぶ雰囲気が変わってくるかなと思います。あとはモカみたいなですね、ブラウンとベージュの間ぐらいのカラーなんかもすごくいいかなと思います。上半身の一番外側に来るアイテムの色合いがちょっとこうまろやかに柔らかみのある色に変わるだけでかなりおしゃれに見えるかなと思うんですね。まあ、具体的にちょっと着こなしも見ていただきたいなと思うんですが、このようにアウターの色味ってすごく重要なので、まあ、ぜひ皆さんもすでにブラックだとかネイビー系のコートとかお持ちかなと思うので、ベージュだとかブラウン、もしくはモカのですねコートトライしてもらうとだいぶ雰囲気が変わってくるかなと思います。あとはロング丈のコートではなくてミドル丈ぐらいのですねアウターに変えてみるというのも一つの選択かなと思いま
ます。最近だとカバーオールだとか、あとはカーコートと呼ばれるようなミドル丈ぐらいのアウター非常に増えていますので、このあたりを取り入れるだけで、いつものステンカラーコートだとかチェスターコートとはまた違った雰囲気でおしゃれ見えしてくれるかなと思うので、このようにアウター選びにちょっとですね、変化球を取り入れていただけると、だいぶ印象が変わるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の項目なんですが、綺麗な色を着こなしの中に取り入れるという項目なんですね。まあ、僕自身ですね、結構ベーシックカラーが好きで、ブラックだとかネイビー、ダークグレーばかりを買いがちなんですが、まあ、そういったものだけで全身を構成してしまうと結構地味に見えてしまうので、ところどころに綺麗に見える色というものをですね、取り入れてみるとすごくバランスがいいかなと思います。じゃあどういったところに綺麗な色を取り入れればいいのかというと、これはですね、先ほどお伝えしたようなアウターではないんですね。アウターで綺麗なアクセントカラーだとか白だとかライトグレーみたいな色を持ってくると結構ですね主張が強くなりすぎてしまうので、アウターじゃなくて個人的にはその内側に着るアイテムがいいかなと思っています。例えばニットですね、ここに綺麗な色を持ってくるというのがもうマストで使いやすいような項目になってくるかなと思います。まあ、具体的にはホワイトだとかライトグレーのような明るい色のニットを持ってくるのもいいと思いますし、あとは差し色になってくるようなロイヤルブルーだとかパープルだとかグリーン系ですね、このあたりの色合いも大人の男性には似合いやすいですし、華やかさをパッと出すことができるので、ニットの色で綺麗なものを取り入れてみるというところですね。ここすごく重要かなと思います。まあ、ニットの色をですねブラックだとかネイビーにしてしまうと結構重たい印象になってしまうので、まあ、ぜひですねニットの色は遊びがあったりだとか少し華やかなものを取り入れてみるのもいいんじゃないのかなと思っています。そうすると先ほどご紹介したアウターですね、もし仮にネイビーだとかブラックのコートを使ったとしても、その内側に綺麗な色のニットですね、こういったものを持ってくれば地味になりすぎないんですね。ですのでアウター買い替えたくないなという方は、ニットの色のバリエーションを増やすというのが最も手軽におしゃれに見せる方法だったりしますので、今回ご紹介するのは綺麗なニットですね、ぜひ取り入れてみていただきたいなと思っています。あとはもう一つ方法がありまして、ボトムスの色ですね。ここで綺麗な色を使うというのもポイントになってくるかなと思います。特に全身を見た時に重たい色味だなと思った時に、ボトムスの色をホワイト持ってくるというのですね。これをやってみると一発でおしゃれに見えてきますので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。ブラックだとかネイビーのコートに対して、ニットもブラックネイビー。上半身結構暗めの色味ですよね。まあそれに対してボトムスをホワイト持ってくると、一気に華やかに明るい印象になるんですね。冬の着こなしって結構ですね地味になりがちなので、白パンっていうのが結構効いてくるんですね。ですので白パンをうまく使いながら明るさを調整するというのも一つの良いアイデアかなと思っています。さらに言うのであればマフラーですね。ここで色のアクセントだとか柄のアクセントを作ってあげると華やかな印象になるんですね。例えばこちらの画像のように、ちょっと華やかな綺麗な色のマフラーを持ってくるだけでかなりですね着こなし自体が華やかになると思うんですね。ですのでマフラーを買うときには全体の色に合わせながら地味にまとめるのではなくて、少しですねアウターとかトップスの色とは違ったような華やかなアクセントカラーなんかを取り入れてもらうと結構バランスが良くなるので、ぜひ皆さん2つ目の項目の綺麗な色を使うというところも取り入れていただければなと思っています。はい、続いてラスト3点目の項目なんですが、重ね着で奥行きを出すという項目なんですね。まあ、これもよくやる方法なんですが、まあ、特に秋冬に関してはある程度ですね重ね着ができるので、春夏に比べるとおしゃれに見せやすいという特徴があるんですね。夏だったらもう T シャツに短パンみたいな着るものの点数がもう少なくなってしまうので奥行きの出しようがないんですが、冬に関してはある程度枚数を重ねることで着こなし自体にアクセントを作ることができるので、まあ、ぜひ皆さんもですね重ね着をしていただきたいなと思うんですね。まあ、具体的には2つの方法があるんですが、例えばモックネックのカットソーを取り入れながらその上にニットを着てアウターを着るという着こなしですね。これ僕自身もよく冬の着こなしではやるんですが、モックネックの襟がちょっとですね見えるだけでもだいぶですね奥行きができるんですね。なのでこの襟元にちょっとしたアクセントを取り入れるためにモックネックのカットソーというのは1枚あるとすごく便利かなと思います。まあ、ユニクロのこういったものでも使
い勝手がいいと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。もしくは、バンドカラーの白シャツですね。これもまたですね、重ね着にはすごく役立つアイテムなんですね。白のバンドカラーシャツを着て、その上に丸首のニットを着て、アウターを着るという着こなしですね。これをやるだけでも、だいぶ襟元が綺麗な雰囲気になるんですね。モックネックの T シャツは首元だけですね、見える状態なんですが、白のバンドカラーシャツとかだと、ニットの裾の部分からシャツの裾の部分が見えたりするので、さらに気の利いた見え方になってくるかなと思うので、これもぜひ試していただきたいなと思います。襟元だとか裾からこういった白の色合いが見えるだけで、ちょっとした綺麗な雰囲気が漂ったりだとか、アクセントにもなるので、これはですね、ぜひ皆さんにもトライしていただきたい方法ですし、重ね着をすることで純粋に暖かいので、皆さんもぜひ取り入れていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では地味に見えがちな冬コーデをおしゃれに見せるための方法3選というテーマでお届けをさせていただきました。ざっくりとおさらいをすると、まずはアウターを変えるということですね。まあ、地味に見えがちなロング丈のコートをですね、ちょっと思い切ってベージュだとかブラウン、あとはモカですね、このあたりに変えてみるのが良い方法だと思います。2つ目は綺麗な色を取り入れるという項目でした。ニットを綺麗な色にしたいだとか、白デニムを持ってきたりだとか、マフラーで色を足すというのもいいかなと思います。そして3点目は重ね着ですね。モックネックの T シャツだとかバンドカラーのシャツを取り入れながら奥行きを出すことで、だいぶですね、見え方が変わってくるかなと思うので、ぜひ今回ご紹介した3つの中で、まあ1個か2個取り入れるだけでもだいぶ見え方が変わってくるかなと思います。もちろんおしゃれ上級者の方だと全身ブラックでも素敵に見せたりだとか、人との違いを出すこともできたりするんですが、まあある程度ですね、おしゃれ初級者から中級者の初めの段階であれば、このようなまあ、分かりやすいアクセント要素が 1,2 個加えていただけるだけでもだいぶ雰囲気変わるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもお手持ちのものでトライをしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとはちょっとコアになってくるんですが、専門ブランドに関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしていますので、こちら動画の下の概要欄の方から気になる方はチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくてですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日更新をしています。まあ、僕もですね、ほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。またそれだけではなくて、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、よかったらこちらもですね、概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。